雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と、味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れず、よく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶき小屋にいて、東に病気の子供があれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行って稲のタワーを追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。宮沢賢治の雨にも負けずの詩に寄せて、この詩にはキリスト教、仏教、特に法華経の影響があるように思います。法華経に常不軽菩薩第20本という経典があります。常不軽とは常に軽蔑される人を意味します。お釈迦様の入滅後、正しい教えが失われ、次第に高慢な僧たちが支配するようになっていったのです。この末法の時代に常不軽と呼ばれる愚道者がいたのです。この愚道者は、僧であれ二僧であれ、誰でも見かけたら近づいてこう言うのでした。私はあなた方を軽蔑したりしませんよ。あなた方は軽蔑されてはいけません。あなた方は菩薩としての修行を行いなさい。そうすればいつかは悟りを開いて如来となることができるのですと。この愚道者は経典を読受することもなく、修行をすることもなく、誰を見てもどんなに遠くにいても彼らを礼拝してこう言うのでした。私はあなた方を軽蔑したりしませんよ。あなた方はやがては如来になる方々なのです。誰にでもこのように声をかけたのです。声をかけられた者たちは逆に皆馬鹿にされたと怒り、この愚道者に悪い感情を持ち、悪口を言って罵ったのです。このおせっかいな愚道者は、自分からあなた方を軽蔑しないというが、我々がいつか正しい悟りを得て如来になることができるという、我々にはこのようなおせっかいな予言など必要としないのだ。我々は
自分の修行に努め、悟りを開くために心血を注いでいるのだ。余計なおせっかいなどせず、自分こそ悟りを開く修行をすべきではないのか、と。私は宮沢賢治の雨にも負けずに描かれた賢治の理想像に常不軽と呼ばれる愚道者を重ねて感じるのです。現在私がやっている INU 公開講座は、賢治の詩になぞらえるなら、雨にも負けず風にも負けず、脳梗塞にも狭心症にも貧乏にも負けず、医師の処方をする大量の薬を黙って飲み続け、後遺症に悩みながら、いつも静かに笑っている。欲はなく、決して金を求めず、ただ真理だけを求め、西に学びたいものがあれば行って教え、東にわからないものがあれば行って教え、そういうものに私はなりたい。俺たちは皆農民である。随分忙しく仕事もつらい。もっと明るく生き生きと生活する道を見つけたい。岩手県花巻市、北上川と豊沢川の流域に広がる穀倉地帯の中心にあり、古くから奥州街道の宿場町として栄えてきました。宮沢賢治はちょうど100年前、明治29年、この町の資産家の長男として生まれました。小さい頃から植物や鉱物採集に熱中していた賢治は、やがて盛岡高等農林で学んだ後、大正10年12月、花巻農学校の教師となりました。賢治は後に生徒諸君に寄せるという詩の中で、生徒たちにこう呼びかけています。新しい時代のコペルニクスよ、あまりに重苦しい重力の法則からこの銀河系統を解き放て、衝動のようにさえ行われる全ての農業労働を冷たく透明な解析によって、その藍色の影と一緒に舞踊の範囲に高めよ。およそ統計に従わば、諸君の中には少なくとも100人の天才がなければならぬ。4年余り続いた花巻農学校での体験を通して、賢治は働く農民の姿に自らの理想を見出していきます。当時の東北の農村は冷害と干ばつによる凶作が続き、農村恐慌のただ中で苦境にあえいでいました。詩や童話を書き、生徒たちと野山を歩く中で、現実の農村の厳しさに触れた賢治は、次第に農学校の教師としての自分の在り方に疑問を抱くようになっていきます。農学校を辞める前の年、賢治は親しい友人に宛てた手紙の中で、新たな生活への予感と期待を書き綴っています。お手紙ありがとうございました。来春は私も教師を辞めて本当の百姓になって働きます。いろいろな辛酸の中から、青い素材の玉や泥の木のひらめきや何かを予期します。今は縄代や草の生えた堰の薄ら濁った暖かな、たくさんの微生物の楽しく流れるそんな水に足を浸したり、
腕を浸して皆口を繕ったりすることを願います。この家で賢治は農学校の教え子や周囲の農民を集めて農業に関する基礎的な科学講義や農民文化の向上を目指した芸術講座を開きました。農学校の退職金を充てて改造した集会室では音楽会やレコードコンサートも行われました。経済的な向上と同時に農民の生活に芸術を取り入れることは賢治の変わらない願いでした。賢治が周囲の農民に呼びかけた集会案内の文章が残されています。今年は作も悪く、お互い思うように仕事も進みませんでしたが、いずれ明暗は交代し、新しいいい年も来ましょうから、農業全体に大きな希望を乗せて次の支度にかかりましょう。賢治が書いた肥料設計書です。教会での活動とともに、この時期いよいよ本格的に農村の中に入り、農業の実地指導を盛んに行いました。こうした肥料設計にあたり、賢治は農民から田畑の条件や作物の作り方を細かく聞き取り、収量を上げるための肥料のやり方を教えました。賢治が書いた肥料設計書の数は実に2000枚にも上ります。あそこの田はね、あの種類では窒素があんまり多すぎるから、もうきっぱりと水を切ってね、三番除草はしないんだ。リン酸がまだ残っていない？みんな使った？それでは、もしもこの天候がこれから5日続いたら、あのしだれ葉をね、こういう風なしだれ葉をね、虫って取ってしまうんだ。賢治の教えを守って作ったその年、稲はよく実り、喜んだお父さんは正月の鏡餅をついてお礼に賢治の家に持っていきました。父親の馬そりに乗せられてきたつやさんを見て、賢治は大変喜んでくれたといいます。ラスチジン教会での学習と文化活動、村々での農業指導に打ち込んだ賢治は、一方では北上川の川べりにある小さな畑を自ら耕して自給自足の生活を貫こうとしました。自ら鍬を握っての畑仕事は賢治にとって初めての体験でした。僕は諸君のように雨に打たれ風に吹かれ育ってきていないけれども、僕は僕できっと仕事をするよ。ずっと前から僕は野原の富を今の3倍もできるようにすることを考えていたんだ。僕はそれをやっていく。